皆さんこんにちは、直しです。今日は、こちら沼尻スキー場に来ました。今この夏なんですけども、スキー場に来た。これは一つ理由があって、今この、沼尻スキー場では沼尻の森といって、こういったバーベキュー場を作ってるんですよね。こっちには子供の遊び場、そして駐車場には、ゴーカート、あとシューティングガンもございます。今回はこの夏の沼尻をドローンを使って撮影をして、でこの夏の沼尻の楽しさ、これを伝える、一本のムービーを作りたいと思います。ということで、今回は沼尻スキー場全面バックアップのもと、ドローンを使って撮影していきたいと思います。それでは行きましょう。レッツドローン。そして今回ドローンで撮影した映像とかは沼尻さんのホームページとかに載ったり、これからねいろんなところで使われていくかもしれませんので、そちらもお楽しみに。ということでまずトランポリンからやってみましょう。
はい、それじゃあ、ドローンで、次はこのスキー場のコース、これを撮っていきたいと思います。離陸。今回沼尻さんの撮影をしまして、夏の沼尻の楽しさ皆さんにも伝わったら嬉しいです。ということで、今回作ったムービー最後に流しますので、どうぞご覧ください。それじゃあ、よかったと思う人はグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。グッドモーニング。それじゃあまたね、バイバイ。